はい、こんにちは。今回はタイミングの良いパンチや的確な連打などで KO を量産したアーティストを紹介いたします。元 WBA、WBC、世界ウェルター級統一王者ホセ・ナポレスは113勝1敗という素晴らしいアマチュアレコードを飾りプロデビューいたしました。ナポレスのボクシングスタイルは相手のパンチを最小限の動きでかわす見切りの名手で、防御から攻撃、攻撃から防御へと切れ目なく移行する様はバターのように滑らかな動きと称賛されました。身長171センチのナポレスはデビューの時はバンタム級でしたが、4階級以上も上のライト級やスーパーライト級で活躍しましたが、世界王者たちがナポレスを敬遠したため世界挑戦したのがデビュー11年目で、ウェルター級の階級でやっと世界挑戦ができました。エデル・ジョフレはアマチュアで148勝2敗という戦績を誇り、プロ入り後も連戦連勝でバンタム級とフェザー級とで世界王座に戴冠いたしました。ジョフレは世界タイトル防衛戦もほとんど KO で勝利し、全階級を通じてナンバーワンと呼ばれました。元 WBA、WBC、世界フェザー級王者ビセンテ・ファルディバルは、豊富なスタミナから繰り出す猛烈な連打とサウスポースタイルからの強い左のパンチで多くの KO を築きました。メキシカンファイターらしい強靭な精神力を武器に、勇猛果敢に打ち合うファイトスタイルは母国メキシコだけでなく世界で英雄視され、多くの強豪と戦いました。普段は穏やかなファルディバルは、ひとたびリングに上がると猛烈なファイターに変身し、メキシコの多くのファンは英雄を赤い鷹と呼びました。ファルディバルが対戦相手に襲いかかる姿はまさしく赤い鷹そのものでした。バンタム級時代から KO の山を築いてきた王者ルーベン・オリバレスに、当時無名だった若きアルゲルが挑戦いたしました。王者オリバレスは中盤から猛アタックを仕掛けますが、背が高く手足が長い挑戦者はミスターノックアウトの猛攻を耐え、時には反撃を試みました。
12ラウンドまでポイントで負けている22歳の挑戦者アルゲリョは13ラウンドにワンパンチで逆転いたします。オリバレフを破った後、アルゲリョはフェザー級に続きスーパーフェザー級とライト級の王座も獲得し、後の世界王者となる弱冠20歳のレイ・マンシーニの挑戦を受けるのです。20戦全勝のマンシーニはブンブンと呼ばれた強打を力強く振るい、15の KO を積み重ねていました。このリング上のサラテ、あるいはライト級のロベルト・ディラン・メキシコ、そしてジュニア、フザー級のアルゲーロ、この3人をいわゆる中軽量級のビッグスリーとしてアメリカのボクシングジャーナリストも特別扱いしております。カルロス・サラテはデビュー戦から23連続 KO 勝利をし、24戦目で初めて判定決着になりましたが、次の試合から28戦連続 KO 勝利を収めました。40戦目で WBC 世界バンタム級王者となり、そのベルトを9度防衛しましたが、すべて KO での防衛でした。Gボーイズの2人がついに戦うこととなったのですが、当時の2人の戦績はサモラが29戦全勝全 KO に対し、サラテは45戦全勝44 KO でした。パワーのあるサモラが脇をやや広げてフックを振り回しますが、長身のサラテは脇をしっかり締めてインサイドからコンパクトにパンチを放ちます。サラテは後ろに下がったらサモラのペースになることを多くのスパーで知っているので、いつも以上に打ち合いに応じます。そしてこの打ち合いはインサイドからパンチを放つサラテに少しずつ優位になっていくのです。ダウンを奪ったサラテは4ラウンドにも猛攻を仕掛けます。フックを振り回すサムラに対し、インサイドから放つサラテのパンチがここでも有効にヒットします。
バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスはアマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO をしたのです。その間スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、全て KO 勝利という記録も残しているのです。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・サラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではサラテが有利でしたが、サラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。サラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにサラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。ゴメスはその後も世界王座の防衛を続け、17度目の防衛戦に世界バンタム級王座を8度防衛したルペ・ピントールを迎えました。ゴメスは16度の防衛戦のすべてを KO で飾っており、対するピントールはカルロス・ファラテから王座を奪い、村田英二郎選手やハリケーン・テル選手を相手に防衛した実力者です。この試合はジョー・コイズミさんが歴代激闘トップ3に挙げるほどの激しい試合で、ピントールはゴメスのバズーカ砲のパンチに鉄壁の防御を打ち破られはしますが、ひるまずに反撃をし、お互い死力を尽くして打ち合うのです。13ラウンドまでの採点は2対1と拮抗しつつ、ゴメスが優勢ながら、14ラウンドにゴメスはタフで誇り高きメキシカンファイターをバズーカ砲のパンチで倒しにかかります。バズーカ・ゴメス